皆さんこんにちは。チューバしかいないアンサンブル集団チューバサダーズです。この動画は2021年吹奏楽コンクールの課題曲について、チューバパートがこんな風に考えて演奏をしたらナイスな感じになるんじゃないかなと僕らなりに思うポイントを実演付きで解説していくシリーズです。今回は3番目、僕らのインベンションについてやっていこうと思います。シリーズとしては4回目ですので、もう毎回お決まりの作りになります。もし他の動画をまだ見たことないという方、この曲に対しても参考になることがあるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。それでは始めていきましょう。これまで地味にこういうフレーがなかったので、改めてアーティキュレーションの話をします。スラー、スタッカート、アクセントが結構細かく指定されていますよね。これまでのシリーズ、何かにつけて音を短くしすぎないということを言ってきましたが、こういうスタッカートが連続する場合でもそこについては変わりません。ちょっと一度この悪い例を聞いてみてください。やばいですね。もちろん誇張して吹いてもらいましたが、でも本当にこういう金管楽器のペッペッって音は実に上空っぽくなってしまうと言いますか、合ってるとか間違ってるとかじゃなくて、いい音楽にならないというところを意識してほしいなと思います。本来スタッカートって言葉は離れたとか、ね、分けられたとか、ね、そういった意味の言葉で、転じて歯切れよくみたいな表現になるわけで、とにかくこの中に音を短くするっていうニュアンスは全く含まれていないわけです。ですのでコンクールだからこれを見せなきゃとばかりに大げさにブツブツ切らなくても全然大丈夫です。この部分で思うのは、何かの楽器一つだけが主役のメロディーでみたいな作りじゃなくて、いろんなパートがちょっとずつ部品になって一個の旋律を作っている、そういうタイプの音楽だということ。念のため言いますと、ここチューバは全然主役じゃないです。チューバにしては結構動きますから、うおメロディーだとね、うっかり熱くなってしまうかもしれませんが、あくまでカウンターと言いますか、ね、あるいはハモリのパートみたいなものなんだという認識がまずあるといいかなと思います。そういうつもりでまずは曲全体を聴く、スコアを見る、あとは特定の明らかに動きの違う他の楽器と一緒に吹いてみるというふうにやってみると、ちょうどみんなの落ち合うところにアクセントがあったりとか、そういうことを発見できると思います。そしたらそれをちょうどいい感じにやる、スタッカートも何かしら同じように、ね、動いているパートっていうのがありますので、そこで音型が揃って聞こえるようにちょうどいい感じにやる、具体的にどうすんねんとね思うかもしれませんが、やっぱり、ね、こうとしか言えないからこその音楽の面白さってのもあると思いますので、正解不正解のルールのようなものというよりは、文学的に自分なりにバンドなりに読み取るのがアーティキュレーションの肝だと思います。この曲のめちゃくちゃ面白いところだと思うのは、やっぱりこの多彩な場面転換、そしてテンポ表記に数字の指定が一切ないというところですね。例えばこの21小節目からのアンラスパニョーラですが、言葉の意味はスペイン風ですよね。速さなんて何にも決まっていない。ネット上の参考音源はだいたい似たようなテンポですけど、本当に決まってませんから。たとえそれが作曲者の宮川先生立ち会いのもと作られている動画だとしてもです。なのでちょっとそこら辺一石投じちゃおうかなということで、少し早めのテンポで撮ってみました。まあちょっと壮大な話というか、指揮者の先生と語り合うべき話でチューバパートだけに言ってもしょうがないとは思いますが、それじゃあテンポ考えようとなった時に、チューバがどんくさいからこのテンポじゃできないねって事態は避けたいので、やっぱり備えておいた方が何かといいと思います。こういうスピード感に
になってくるとちょっと今までと矛盾すること言うかもしれませんが、シンプルなノリの良さっていうのが大事になっていきますね。4分の3かっこ8分の6拍子っていう表記踏み取れているでしょうか。四分音符3つと8分音符6つ、これ流れる時間としては全く一緒なんですけど、ずっと4分の3拍子でタン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 とやるのと、ずっと8分の6拍子でタッツッツッタッツッツッタッツッタッツッタッとやるのとでは微妙にリズムの性質が違う。でしかもこれをここではミックス、つまり奇数の小節では8分の6、偶数小節では4分の3拍子とね、都度切り替えることで、イットットニットットイットニットサントっていう風に、ね、これら全部タイミングとしては一緒かもしれませんが、微妙に違う曲調になるわけです。これをチューバだけで吹いて他人に違いを感じさせられるかというと、ちょっと酷な注文だとは思います。ただやっぱりそういうつもりで吹いていないと、まず指揮者は、ね、こう振るでしょうから、それに乗れなくなりますし、何十人とバンドで集まった時に誰かがなんか違うんだよなっていう風になってしまうと思います。ですので、めんどくさいな、全部4分の3で吹けるじゃんみたいに横着しないで、ちゃんとこのノリ、ね、こういうダンスっていうのを掴んでおきましょう。そのためには裏拍を感じるのはやっぱり大事になるし、最初はゆっくり練習した方がいいでしょう。ただ最終的に演奏しながら、あ、ずれた、あ、遅れた、あ、今のはできたみたいなことを考える余裕はないですから、あくまでゴールはどんな音楽したいのか、バンダガダガダンダガダガジャンジャンジャンみたいな感じなのか、それともザンダガダガダンダガダガジャッジャッジャッみたいなね、もうどういう音楽、したいのかっていうのを、まず低音楽器が先行してイメージできていると、むやみに走ったり遅くなったりもしないでしょうし、バンド全体にいい効果が出るだろうと、僕は、ね、自分たちのパートにはそういうパワーがあると信じています。次にこの曲の魅力を語る上で欠かせないのが臨時記号ですね。ここからは特に一時的な転調とか、ね、あえてその調にあるまじき出来事とか、そういうのを理解して味わえると本当に面白いんですけども、ね、その手の話はもっとそれを教えるのが上手な人にちょっと丸投げしてしまって、僕なりにかいつまんで言うと、本来の道筋が見えてる上で寄り道をする感じだと思いますね。つまりゴールの音はこれ、それはしっかり見据えているんですけど、そこまでもうこんなしてじらしにじらすのが楽しいよねみたいな、ちょっとシナリオ立ててみる、精神的なものを意識するだけでも結構効果得られるんじゃないでしょうか。64からなんてまさにそうですね。冒頭に言ったこととは真逆のことですが、まさにジョーク、ね、不自然さとか不安定さとか、ね、そういうのが逆に良しになるところです。本当だったら8分の6拍子で何の違和感もないのに8分音符1つで切り詰められている、この気持ち悪さで合っているっていうところ、ね、ビビらず狙って出していきましょう。ピアノって書いてありますけど、演奏者が一人だけになる時点でそんなに神経質になることないと思いますね。タンタランタンタンブーンタランタンタンボーンタランタンタンブーンタランタンタンみたいな、ちょっと食い気味の会話といいますか、ある意味無神経な、ね、感じのするこのタイミングが最重要だと思います。ですので8分音符と16分音符のタイでピアノからデクレッシェンド、ちょっとこう、ね、トッピングの多い注文ですが、で結局はこういう仕事をするために絶対にペみたいな、ね、短い音に決してしないでほしいと、かといって、ね、ベターっとなんかこうだらしない長い音にもしないでほしいと、そういうメッセージだと解釈します。総合してここは本当に肩の力抜けた感が、ね、もう必須だし、逆にそれさえ演出できていればもうそれでって感じですね。間違えたくないとか出過ぎないようにとか、その手の力みはもう徹底的に排除して遊び尽くして見てください。80からもまあパッと見ちょっと嫌な感じになってますけど、本当臨時記号ってなんか曲をめんどくさくするお邪魔虫じゃなくって、ね、そこで曲に何かめちゃくちゃ面白いことが起こるゾーンっていうサインだと思ってみてください。もしこういうのよくわかんなくなったら、ピアノとか
ね、もっと完璧で、ね、絶対的な音がするやつ弾いてみたり、それをもとに歌ってみるっていうのをおすすめします。他の部分以上に、なんでこの音なんだろうっていうのが自分の中で腑に落ちるまで、あくまで楽しい演奏にするために特訓しましょう。楽譜上はまだ半分ですけど、ここまで来たら終わったようなものです。最後に一箇所だけ触れておきたいのは106からの4分の3拍子で、これ 1,2,3 1,2,3 みたいに、いかにも3拍子らしく一拍目に重みをつける感じ、多くの場合ではそれは正しいんですが、不思議なことにここではそれをやると曲の雰囲気から離れてしまう気がします。普通に全部同じようにブン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 という風に、やった方が推進力とか、ね、コミカルさとかが出て場面に合っているように思いますね。ですのでキーになるのはズドーンという重厚感より推進力、ね、この音が低くてまだ難しいとかあれば、楽譜にもはっきりやっていいと書いてありますので、迷わずオクターブ上げちゃいましょう。仮にチューバパートが3人も4人もいっぱいいるバンドだとしても、ね、誰もこの音域うまくいかないんだったら誰も吹かなくたって別にいいと思います。まあ今決定じゃなくてね、本番のちょっと前までは頑張る、ね、でもやっぱりできるようにちょっとならなかったなというふうになれば、もうそうしちゃいましょう。できないものは仕方ないですから、別にその時点ではまだ負けでも何でもないですので、むしろこう場面に対して適切な仕事を考えた結果、賢い判断をしたと思って、もう堂々とやっちゃってください。それでは今回僕が喋るのはここまでということで、またいつものようにここまで出てきた実演パートと、さらに最後までのやつをね、くっつけたものをまとめて流しますので、本当に何かの参考になれば幸いです。それではさようなら。Mm-hmm.